道人身事故ニュース速報です。2023年4月27日13時12分ごろ、南海本線の岡田浦駅で人身事故が発生した模様です。南海本線での人身事故は今年2件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。なお現在運転を見合わせており、振り替え輸送を行っています。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。